調査4日目、強さの秘密は食事にあるのかもしれない。ただいま絶賛ステーキフェア中でして、とりあえずこれでポテトフライを一つ、あ、以上で。ごゆっくりどうぞ。これで300円かよ。しっとり系ロングサイズは短めカリカリじゃねえか。ついてねえな今日は。あ、水のポテトがくなっている。あの、はい、これいるんですけど、いや、あの、俺のこのポテト長めのやつが一本あって、何でしたら店長よ。大丈夫です。わざわざファミリーレストランにまた一つだけ頼む。こんなことは通常の人間にはなかなか。調理法や材料に秘密があるのか。一応データを送って分析をしてもらおう。